元山町福岡市笹栗町広島市呉市、ファイル、ジャパンロケーション、マップウィズサイド、マップオブザリキュアイランズ、SVG1239X1119、PX6.29 豪雨災害の六6 2 9豪雨災害6.29豪雨災害とは、1999年6月29日に発生した水害。気象庁では、梅雨前線、 低気圧平成11年6月23日から7月3日として分類、災害の起こった年から平成11年6月豪雨、あるいは特に被害が顕著だった広島県と福岡県の名を取って広島豪雨災害、福岡豪雨災害などで呼ばれている。1999年は梅雨や台風により各地で災害が起こっており、 その中でこの災害はこの年の代表的な災害となった。活発化した梅雨前線の登場に伴い1999年6月23日から7月3日にかけて西日本から北日本の広い範囲で交雨し各地で豪雨となった。特に6月29日には北部九州から中部地方にかけて局地的に時間あたり100ミリメートルの降水量を計測し、 28府県で被害が発生し、浸水災害や土砂災害を引き起こした。その中でも、6月29日午前に、福岡県福岡市で、同日午後に、広島県広島市、呉市で、集中豪雨により比較的規模の大きい災害が発生し災害救助法が適用された。この二つのケースは、当時新しい都市型災害として注目された。福岡では、 JR 博多駅が水浸しとなり都市機能が麻痺し典型的な都市型水害の被災例となり、広島では新興住宅地で土石流が発生し都市型土砂災害と呼ばれた。1998年5月施行の被災者生活再建支援法の初適用事例。また広島での土砂災害を機に土砂災害警戒区域等における土砂、 災害防止対策の推進に関する法律が制定された。大まかな流れは以下の通り。アメダス観測地点での1日降水量記録は6月24日、釈迦岳での386ミ、mm、リメートル、1時間降水量記録は6月29日、福岡笹栗町での09時 -10 時の100ミリメートル。部標にこの期間内での降水量記録を表記する。 全国的に雨が降っている中で、6月29日と30日の降水量が多かったことがわかる。1時間降水量で見ると、大汗、高知で80ミリメートル以上の、いわゆる息苦しくなるような圧迫感がある猛烈な雨が、京都、呉、萩、福岡、飯塚、伊豆原、平戸、福江、佐賀、都の城で50ミリメートル以上のいわゆる滝のように、 降る非常に激しい雨が観測されている。以下、右表を参照し、最大1時間降水量を6月29日に記録した地方気象干渉とその時間帯の分布を示す。図が示す通り、29日の西日本ではほぼ午前中に強い雨が降り、近畿地方以西は夕方から夜にかけて強い雨が降っている。ファイル、Japan マップオブザリキュアイランズ SVG826X746PX6.29 豪雨災害の16月29日最大1時間降水量分布色は観測した時間帯を示しが00時 -03 時が04時 -07 時が08時 -11 時が12時から15時が16時から19時が20時から23時以下 特に顕著な被害が発生した福岡県と広島県について記載する。6月29日朝、寒冷前線を伴った低気圧が九州北部に到達。この時に南東側に前線に沿って活発な積乱雲が並んで発生しており、これら積乱雲列が福岡を通過したことにより、局地的に豪雨が発生した。ピークは08時から09時台で、 各市町村で激しく降ったのが2時間以内、つまり08時から10時の間に起こった。最大1時間降水量は、笹栗町08時 -09 時代の1 0 0、mm、トル。他、太宰府市09の10時代で7 7トル、飯塚市09の10時代で5 9ト、mm、ル。福岡市では、07時からの3時間降水量1 2 6ト、mm、ル、08から09。 時代の1時間降水量77ミリメートル。なお、笹栗と福岡は約12キロメートルしか離れていないにもかかわらず、総雨量は50ミリメートル近く違っている。博多駅前広場。この豪雨により全面的に浸水した。五笠川。天神地下街。当時内水氾濫のため水浸しとなった。この福岡での豪雨災害は、 洪水災害や土砂災害が発生したが、特異点は、福岡市中心部での地下空間への浸水である。この短時間で発生した豪雨によって、外水氾濫と内水氾濫が同時に起こったことにより、JR 博多駅周辺の地下鉄博多駅や、博多駅地下街、天神地下街をはじめ周辺のビル地下は浸水した。なお、博多駅周辺は、 大地形系つまり明らかに地盤が低く、水が溜まりやすかったことも災いした。天神地下街では8時頃から浸水が始まり、天井から雨漏りが起こっている。博多駅では10時30分頃から浸水が始まった。レールが冠水したため12時5分から15時45分まで一部路線を運休し排水処理を行っている。交通は麻痺し、 地下の最下層に受電施設を置くビルが多かったため、停電を起こし機能停止に陥った。博多駅周辺で、地下空間のある182棟のうち、地下に浸水した建物が71棟、そのうち1メートル以上浸水が29棟、完全水没10棟。死者は1人出したが、博多駅東2丁目のビルの地下で溺死したもので、そのビルは小規模なものだったため階段。 地下駐車場入り口、換気口から水が入り、消防隊が駆けつけた11時24分時点で天井付近まで流入していた。6月29日午前中に福岡で雨を降らせた低気圧は梅雨前線を伴って北上し、午後には山陰沖に停滞し前線も中国地方に停滞した。そこに南から暖出流が流れ込んだことにより梅雨前線が、 活発となり、局地的な豪雨が発生した。この豪雨は29日午後の長くても、約2時間程度の集中的に降っており、まず13時から16時に、広島市西北区から朝北区の範囲で、15時から17時に、呉市を中心として豪雨となった。特徴的なのが、広島市の豪雨域で、広島湾の西側の山々に沿って、細長く伸びている。 最大1時間降水量は、広島市埼玉区五日市町の八幡川橋14時の15時台の8 1ト、mm、ル、呉市15時50分マイナス16時50分の7 3ト、mm、ル。この2箇所を、時間降水量6 0ト、mm、ルから8 0ト、mm、ルの雨量が降っている。だ得意な記録として、富山の2時間降水量14時の16時で6 3ト、mm、ルなど、 なおこれら広島市の降水量の特異点が、アメダス観測点のものではないのは、局地的な豪雨だったため記録できなかったためである。園芸用に用いられる、サド。今回の土砂災害の原因でもある。土砂災害が発生した場所の一つ。写真中央左から住宅地に流れる渓流で1999年度石流が発生した。河内公民館の敷地内に混流された。 災害記録の日広島での災害の特異点は、局所的に短期間で豪雨が降ったことにより発生した土砂災害である。地理的要因つまり、休憩者地に崩れやすい性質を持った土が存在していたこと、森林保全の不備により地産が不十分だったこと、比較的小規模な土石災害ながら高速ですぐ近くの住宅地を襲ったことが被害が多数出た原因となった。 人的要因平日ピルバの住宅地に発生した災害でありながら被害が拡大した要因は人的なものが大きい。広島県内での土砂災害は土石流が139カ所、崖崩れが186カ所。当時広島県が指定していた土石流危険係流や休憩者地、崩壊危険箇所以外からも災害が発生している。 また広島では、流木が草津漁港を埋め尽くし、漁業に影響を与えている。昼間から夕方の災害で帰宅ラッシュ時と重なったため、JR 山陽新幹線や在来線各駅、各バスなど、交通機関で大混乱となった。土砂災害により、道路が分断され、復旧に時間を要した。広島における死者32人のうち、 広島市西部を中心とした豪雨では20人、呉市を中心とした豪雨では12人。平日昼間であったことから60歳以上が20人、つまり全体の6割にまで達している。2019年4月20日に最後まで行方不明と扱われていた男性の頭蓋骨が2 5トル下流で発見された。これにより行方不明者は例となった。当初は広島市、 隠れしのみに被災者生活再建支援法が適用されていたが、後に広島県全域にまで拡大している。ありがとうございます。